三重県熊野市です。雨風ともにかなり強くなっています。降った雨がまるで吹き上がってくるような強い風が吹いています。強い台風7号は午後8時現在、和歌山県潮岬の南東およそ120キロを時速15キロの速さで北西に進んでいるとみられ、現在三重県紀宝町や愛知県豊川市の一部などに避難指示が出されています。東海地方には明日の明け方から夜遅くにかけて最接近する見込みで、線状降水帯が発生する恐れがあります。明日午後6時までの24時間に予想される雨量はいずれも多いところで、三重で450ミリ、愛知と岐阜で200ミリ、1時間に降る雨の量は三重で80ミリ、愛知と岐阜で50ミリと予想されています。また、明日の最大瞬間風速はいずれも陸上で三重で45メートル、愛知で35メートルと予想されていて、現在ご覧の地域に暴風や波浪警報が出されています。一方、交通機関にも影響が出ていて、東海道新幹線は明日、名古屋新大阪間で終日運転を見合わせ、名古屋東京間も大幅に本数を減らして運転します。JR 在来線や名鉄、近鉄なども終日運転を見合わせる路線があり、最新の情報の確認が必要です。